とは見落として務めを果たすもの。引くわけにはいかぬ。お主が見落とすは何のためだ。哥，ナルト、死に命乞いは無用。切れ。いたぞ！敵将長領を討ち取れ！お主。死とは何か、峻厳なる壁者と共に歩み、ひたすらに武を研ぎ澄まし、拙者はようやく見出した。人からは命は奪えても心は奪えぬ。死とは譲れぬ者のために戦うもの。呂布殿は拙者が惚れた死の中の死であった。
武運尽きた今、首が離れようと後悔はせんが、もっと早く知りたかったものよ。ここにも、また一人の死がいたことを。武器を収めよ。お主がかばうとは、よほどの人物なのだな。お主の刃、これよりこの曹操のために振るうがよい。拙者は敗軍の将、勝者の命に従いまする。呂布は可否にこもった。お主たちも堂々せよ。待って、兄は。死には死ぬまで語れぬ話もある。かかれ！可否を水の底に沈めるのだ。はっ。曹操殿のもとには才覚あふれる幕僚が揃っておるようですね。しかし、なぜ呂布は弾薬を使わぬ？なんだこの音は。見せるな。来たか。よからぬことが起きないといいけど。呂布に勝てねば元も子もありませんからな。淳育殿あたりがまたへそを曲げそうですが、市政に犠牲を強いる水攻め、あえて取らせていただいた。膠着した戦局に妖魔まで城内に乗り込む始末。こうなると指し物呂布も虎の子の弾薬に頼る公算が大きい。貴殿の武勇頼りにさせていただきますぞ。膠着した子。